はい、どうもはじめましてブンブンと申します。本日は長野県の飯田市天竜峡に来ています。はい、それではですね、この天竜峡を走っていきたいと思います。幸せの彼だそうです。さっきご夫婦が流してたので、その横でずっとそのご夫婦がたくさんのずっと待ってましたので、流します。すごいなこれ。空一気に行っていいですか。いなり狼大戦、おいなりさんがどういうふうにうまいっすよね。神社さんのか、よいしょ。あ、鈴があるもんね。鈴叩いてなに。いや、これ紅葉は見事だな、これ。紅葉見に行くとだね。ほら。天竜峡の樹木説明、赤松ってあるけど、赤松らしいものは見当たりません。前天竜峡に仕事した時はここにバス止めて改装してたんだけど、今どうなるんだろうな。ちょっと探検してみるか。はい、4キロを通過しました。まあ多分この辺がちょうど天竜峡の入り口なんですけどね。向こうが上流になりますと。で、上流は本当にね、天竜川の代表的な河岸段丘ですよ。ね、こう山があってまた落ちて、こう平らなとこがあって川があるっていうね、河岸で脱臼、天道よしみの河岸段丘です。で、まあ下流に行くとね、こうやって完全に谷になっちゃうっていうか渓谷ですよね。本当ね、一気に風景変わりますね。ここから2キロくらいが渓谷になってるんで、そこを船で下るとかね、今みたいにこう歩いてみるとか、そういう場所になるんですよね。なんだこれ、天竜峡総合学習館の河原部になるんですけど、何これ。フランシス水車発電機だって。水力発電の装置ってことか。こちら何、ベルトン水車だって。あー、どっちも水力発電、なんかでっかい装置ですね。いや、ちょっと面白そうだな。天竜川総合学習館変わらん。天竜川は下流へ向かっている状態ですけど、私は、ね、坂を登っています。ミステリー坂です。いや、このね、ほんとすごいじゃんね。渓谷に一気になるもんな。どういう理屈で川ができたのかな。天竜川氾濫最高水位の日。え、ここだって水泉。こんなに。お、ちょっと下降りてみるか。興味の湧くままに来ましたけども、あ、すげえな。だけどこうやって見ると、これ乗ってくの、おっかねえな。取れてる、早いぞ結構。天竜川の流れ
へえ。あ、ライフジャケットも積んである。へえ。でまあこのために来てまた俺は登るんだけどさ、天竜峡ライン下り船券発売所だそうです。定期券3200円だって。いい、いい感じだね。リンゴリリンゴ足もいっぱい入ってる。このくらいしか取れない。いや、すげえ、また登るぜ。読めんけど、まあ一応アドミスタンプだけついとくか。この何度もこう取りながら行くとね、いろんなものを、そうすると同じ人を移動追い越すことになるんですけど、譲ってもらっちゃったりすると追い越したからには知ってる姿も見せないかなと思って、きついんですけど。じゃあまたね、この天竜峡の一枚岩だよね、向こうは見たら一枚岩だよな、そこを降りてってツツジ橋を渡りますよ。階段がおっかねえと思って下ばっか見てるんだけど、いや紅葉がすげえわ、いいわ。ツツジ橋の手前で7キロ通過です。すごいとこだこれ。で、空散歩だよね。紅葉がすげえ。いやー怖い。開運延命若返りさん。で、紅葉の水がいいな、綺麗だな。多分あれだぞ、あの天竜峡パーキングだぞ、これで。あ、いいや、最初のスタートのとこ行って終わりにしよう。一気に上がるもんな、すごいな、これ。はい、そしたら8キロを通過したところでゴールでございます。笑ってる。はい、それではですね、本日は、これ空散歩から撮ってるんですけども、空散歩ですね、その三遠南進道の下を遊歩道が通ってて、こんなね渓谷を空、まるで空を散歩してるかのように歩けるっていう場所になります。綺麗ですね。それと、まあ、天竜峡ですね、天竜峡をぐるっと8の字に回ってみました。まあ、これだと若干よくわかんないですけど、ツツジ橋があっこに見えますね。いやー紅葉が見事でした。まあ走るっつうか歩くべき場所ですよね。
はい、それではですね、本日の動画はこれにて終了させていただきます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまたいつかどこかで、これ終わったらね、写真撮ってたのをちょっとスライドにして載せようと思います。